川崎鶴見臨行バス新名町営業所。川崎鶴見臨行バス新名町営業所は、神奈川県川崎市幸区新名町に所在する、川崎鶴見臨行バスの営業所であり、主に道区内の路線を担当する。臨行バスの営業所の中で、運行路線が最多で営業エリアが最も広く、川崎駅、鶴見駅ともに東口、西口の双方に乗り入れ路線を抱え、 特に、川崎駅西口を発着する、臨港バス路線はすべて新名町営業所の担当である。2017年6月4日まで、アクアライン高速バスや横浜駅東大木島地区、横浜駅、浮島、小島地区の通勤高速バスも担当しにいた。2010年3月までは、臨港グリーンバス、川崎営業所を併設しており、 全路線の運行を同営業所に委託していた。営業所記号は S。川崎駅、東口前から国道132号、富士見通り等を経て、肘町、都の町、浮島橋へ至る路線である。2003年に潮浜営業所より間、臨港グリーンバスへ委託された、東営業所担当路線で唯一、川崎駅、東口前より東へ行く路線である。 浮島橋に行く路線は、横浜東大島、浮島線等に使われている、ワンロマのエルガが使われている。一方、殿町に行く路線は、一般の大型車、または中型車が使われている。年末年始は、川崎大市付近は混雑するため、昭和町大市保育園前、上りのみ停車バス停を介して、代わりに、川霊産系統が通る。 四谷上町、四谷下町、昭和二丁目停留所に泊まるようになっている。2014年4月1日に、川崎市が整備を進めている、殿町国際戦略拠点キングスカイフロントへの利便性を図るため、大四、河原の県営埋め立て地入り口間に、キングスカイフロント入り口停留所が新設され、同時に急行便の停車停留所に、江川一丁目、 キングスカイフロント入り口が追加されている。2014年7月7日のダイヤ改正で、川霊2の浮島橋発着便を廃止、快速川崎駅前引く浮島橋便を新設し、急行便も増便。快速便は、川霊2や急行便と途中経由地が異なり、経輪場前を通過すると国崎に向かい、国崎から国道409号を走行し、江川1丁目まで、 川令一と同じ停留所に停車する。これにより、久根崎江川一丁目間の各停留所に停車する、バスは大幅に増加た平日、土曜、休日ともに、朝の川崎駅前発と夕方以降の浮島橋発は急行朝らシュ後以降の川崎駅前発と、夕ラッシュ前までの浮島橋発は、快速として運行する。浮島橋停留所が、 私有地内に移動したため関係者専用、一般客は利用不可となり、一般客も利用できる従来の浮島橋停留所、川霊山三0 1などの停車する小島町停留所近くが浮島橋西停留所に改めされた。従来の川霊には、都の町発着便のみになった上に減便されており、日中は平日70分間隔、土曜、 休日も1時間に1本で運行される。2017年8月16日のダイヤ改正で、都の町発着便が、キングスカイフロント東まで延長され、大使河原のを経由しなくなった。川崎駅西口より、第2京浜、国道1号、鶴見寺市が谷通り、横浜市主要地方道85号鶴見駅、三沢線。途中、響橋を渡るなどを経由して、 鶴見駅に口へ至る路線である。2007年3月30日より、横浜市東部病院会員のため、平日の半数、土休日の一部、朝夕の未東部病院線が運行されている。毎日早朝2本は、川崎駅、西口始発ではなく実質上、国道尻で市発の便がある。国道尻手発、平日5時42分及び5時58分。 土日5時49分及び6時7分。これは、新名庁車庫から改装で出発し、そのまま、国道1号線を走るためだが、バス側面行き先表示は、川崎駅西口発。別所鶴見駅西口間は、鶴5.06と同じ経路を取る。基本的に、鶴見駅西口発着便は、大型車、東部病院発着便は、中型車が、主に使用される。 かつては鶴見営業所との共感路線だった。川崎駅西口を出ると尻種黒川道路を末吉橋まで走行し、鶴見川を渡り横浜市営バスの十三系統と同じ市の瀬経由で綱島駅に至る。横浜市北部地区と川崎駅を直接結び乗客が多い。鶴見川を末吉橋と大抗橋の二カ所で渡るという点で珍しい路線であり。 川崎駅西口末吉橋西詰の間が、川崎市内運賃、末吉橋西詰、津那島駅間が横浜市内運賃の適用区間となる。川崎駅西口乗り場は2009年に新しくリニューアル工事が行われたが、依然として一番端に位置し、ミューザ川崎側からのアクセスがなくなり不便なままで、乗車待ちの列が天井のない位置に待たされることが多い。 一時期は9メートル級の車両も使用されていたが、乗客が多く、積み残しが発生しやすいこともあり、現在は、基本的に一般の大型車が使用されていい。また、かつては鶴見営業所との共感路線だった。川崎駅西口より市立黒川道路などを経て、元住吉へ至る路線である。北風より先は、半時計回り運行となる、工事する川54も同様。 川60.61、現例には時計回り運行。2016年4月現在のダイヤでは、平日ダイヤは朝、夕方のみ運行。土曜、休日ダイヤは朝2本のみ運行となっているが、川56及び川57系統が運行を開始する以前は、朝、約10分、日中、約20分、夕方、約12分間隔で運行されていた。また、 西口が開設される以前は川54系統と同様に東口発着、柳町経由であり、系統番号が不番されるまでは、黄色地に末吉橋経由と書かれた札を運転席上部に掲げていた。新名町営業所の主力路線。もともとは1928年12月に、日吉乗り合い自動車の路線、川崎駅西口から尻出駅汗地連前引く。 変電所前から末吉橋、住友米倉ライト前引く南風東前越寺、北風間 5.75km として開業。1943年9月1日に臨港バスによって買収された後、幾多の改変を経て1951年2月16日に元住吉まで延伸。1953年7月7日に路線延伸で元住吉から、 先の循環経路も形成され、現在の路線の原型が完成した。その後、この路線を中心として、川崎駅から西へ向かう路線が続々と開設されていった。また、西口が開設される以前は、東口発着、柳町経由であり、系統番号が不満されるまでは、黄緑色地に、江ヶ崎経由と書かれた札を運転席上部に掲げていた。 また別途西口発着として、川81が存在しており、この系統は西口ターミナル完成前において唯一西口から発着する臨港バスの路線であった。西口ターミナルの完成に伴い川81、系統の名称は川54系統に統一された。1997年までは東急バス鹿島田線、川崎駅、 平間銀座小志寺日吉駅も川54、系統として運行されており、全く関係のない別々の路線で、同一の系統番号が使用されている状態になっていた上、小志寺三菱自動大箱、現在の三菱不走前館で並走していたが、同線の廃止により、系統番号の重複は解消された。終日の本数も多く、日中から夕方にかけても、 約10分間隔と高い頻度で運行されているが、道路の混雑率が高いところを通るため、定時運行が非常に難しい路線となっている。小倉神社付近の道路は一方通行のため、下り上りで経路が異なる。早朝時間帯は、江川町発元住吉経由川崎駅、西口駅や越路発川崎駅、 西口駅など、直接出港ルートからの区間便も運行されている。また、終バス近くになると八つ止まりの便も運行され、深夜バスは野党駅で運行される。これはもともと北風に、臨港バスの折り返し場があり、常述日,日吉乗り合い自動車の名残、夜遅い便はここを終点としていたのだが、折り返し場の廃止に伴い、塚越線やとバス停を、 北風折り返し場の代わりとして終点にしたものである。宿で校舎扱い後はそのまま改装入庫となる。北風折り返し場跡地は、臨校バスの賃貸店舗、上州や川崎北、加瀬店となっている。同営業所管轄路線の川53系統と川61系統を合わせる形で循環線を作っている形をとっている。そのため、この路線の新設時に、 上記に系統の本数が大幅に削減されて今日に至る。日中時間帯は南加瀬交番前末吉橋間、末吉橋中の現住宅前間を走行する唯一の路線となる。運行間隔は平日はそれぞれ6から16分前後、土曜、休日は14から20分前後で運行されている。ただし、 平日は川56系統は19時台、川57系統は20時台が最終便となっている。川53系統、川61系統が夕方から夜の時間帯に運行本数が増えるためである。川56系統と川57系統で、経路は内回り外回りの関係となっているが、川57系統は、経路の都合上江川町停留所には止まらない。 川56系統も多系統と異なり、川69系統とともに、川崎バスマは83系統と同じ停留所に停車する。方向幕車は東路線独特の正面の行き先表示となっており、主な経由値を内回り、または外回りの矢印で表記していたが、2013年の車両更新時に方向幕車は全廃となった。LED 表示車は、 方向幕と同じ表現ができないので、川56系統は、矢吹末吉橋循環、川57系統は、末吉橋矢吹き循環と大きく表示し、正面はその上に、川56系統は、矢吹駅末吉橋川崎駅西口、川57系統は、末吉橋矢吹駅川崎駅西口と表記している。川崎駅西口から塚越までの路線に加え、塚越から先、 鹿島大駅、入口駅、カシマダ巡管線や鹿島大駅、新川崎駅を経由して、元住吉に至る便も存在する。そのうち、元住吉までの便は川五十三系統、川五十四系統とは逆に、木月四丁目から先に回り、西、河瀬を後に回る。なお、塚越までは、川崎市バスも並走するため、この区間の一時間の本数は合わせて十本町となりの、 高頻度で運行されている。早朝時間帯は、営業所から新川崎駅まで改装出庫され、新川崎駅初元住吉経由、川崎駅、西口行きが運行されている。川崎駅西口、塚越区間便は、塚越から入庫改装及び、営業所から出庫で、塚越発川崎駅、西口行きとして組まれている。2012年の春頃に、 LED 表示のみ、塚越川崎駅西口、鹿島田駅入口川崎駅西口、鹿島田循環線往路の表示が新しく新設された。川崎駅西口から新名町営業所の入庫便も、川60系統と名乗る。出庫便は出庫後改装で、幸い警察署前より、川崎駅各方面に向かう便で、川61系統となる。各機参照。 平日のみ、川崎駅西口八塚越行きの深夜バスが運行されている2012年4月現在。なお、西口が開設される以前は川54系統と同様に東口発着、柳町経由であり、系統番号が不満されるまでは、代々色地に、鹿島田駅経由と書かれた札を運転席上部に掲げていた。川崎駅西口から駅を経由して、 元住吉まで至る便である。この路線の見袋は、腰地を出ると左折して、東前を経由した夢見が、先動物公園前方面に出るルートになっている。そのため、南風住宅前から腰地間のルートは、行き帰りで異なる。北、風を出ると、川六十系統同様、木月四丁目を先に回る、時計回り運行になっている。川崎市バスの新市路線と往路は、 小倉北加瀬間、袋は木月四丁目越し時間、南加瀬住宅前小倉間で重複する。終バス時間帯のみ運行される江川町業は川56、川69と同じ停留所に停車する。土休日の川崎駅西口発終バスは川54よりも遅い時刻になっている。また、この系統は、新名町車庫から改装執行で、 幸い警察署前からの営業路線の路線も持っており、特に多いのが、川崎駅、西口行きとなっている、表示が山向駅経由元住吉循環の袋表示か、川6一川崎駅西口のどちらかで運行。川例二系統への送り込みとして、中幸町経由の川崎駅、ラゾーナ、広場駅き、ラゾーナ広場から、東口間は改装運行と川崎駅前駅が、 本数は少ないものの1日合わせて6本程度設定されているが、平日早朝の1本のみ、柳町経由川崎駅、東口行きが設定されている。これらは、現在は、川崎駅西口、川崎駅ラゾーナ広場から発着している路線のほとんどが、川崎駅東口から柳町経由、矢吹線は中西 Y 町業で発着していた頃の名残である同様の路線に、 川崎市バス上平間営業所所間の川55、系統が存在した。なお、西口バスターミナルが開設される以前は常述の通り東口発着。この系統だけ仲裁ワイ丁経由であり、系統番号が不満されるまでは、白色地に、ヤムケーキ経由と書かれた札を運転席上部に掲げてた。1986年10月1日運行開始。 平日朝の時間帯のみ運行される路線、2017年4月、現在、川崎駅西口発の運行本数は4循環。川54系統と川61系統を合わせたような路線となっている。川69系統が運行されている。時間帯は川61系統の元住吉方面の運行はない。 早朝時間帯は、改装しっこで、江川町始発の運行がある。LED の表示は南河瀬住宅前まで、川69小倉循環。江川町からは、川69矢向駅経由川崎駅西口となる。平日朝に計7本のみ運行される、循環路線である。途中の北、河瀬を境に、元住吉川、小倉川それぞれ片方向を時計回りに運行し、 ルート全体を見ると8の字型を形成して循環する。始発2便は、川崎駅西口から、北、加瀬まで、川61系統元住吉港で運行し、石上橋から、元礼二の循環運行に入る。行き先表示は、石上橋で、元住吉経由新川崎交通広場、小倉方面。元住吉からは新川崎交通広場、小倉方面。 新川崎交通広場からは、小倉営元住吉となる。工術の非給15は新川崎交通広場、小倉間にある、杉山神社入口停留所に停車するが元例には、停車しない。元住吉営業所所管の川崎駅元住吉、中原駅の路線が前進。元住吉営業所廃止後、東営業所に移管された。川十二系統と不安された後平成に、 入ってから新川崎駅入り口までに短縮され、原十二系統となった。朝のみ、川崎市バスと同様に、元住吉駅前のブレーメン通りを通っていた、近隣の道路工事に伴い迂回運行となった後、復活しないまま廃止される予定である。臨港バスの一般路線で、最も内陸部まで入る路線で、大戸小学校前からいだ中の町間は、東京都のみが運行される。 独自区間である。現在は、朝夕のみの運転となっており一部、新川崎駅、入口行きや鹿島田陸橋、新川崎駅入口始発便が設定されていた。2015年4月1日からは、中原駅前から、元住吉間の折り返し運行をメインとし、出入港を兼ねる一部便のみ新川崎、交通広場発着で設定される。 現在の元住吉折り返し便は木月4丁目から元住吉駅側の元住吉停留所に停車すると元住吉駅交差点を右折し労災病院前を経由して元住吉停留所に戻るため元住吉停留所は二度経由することになる境外道路を走行するため中型車で運行されていたが中型車の減少に伴い大型車で運用されることもあるなお 南部線の武蔵中原駅付近が立体交差化される頃までの朝夕のラッシュ時は、同系統の定時運行確保のため、中原駅行きではなく一部は大戸小学校行きとして運行され、元住吉方面に折り返していた。当時、中原街道に南部線の踏切が存在し、定時運行が困難だった。2007年4月1日より、横浜市営バスから72系統。 鶴見駅江ヶ崎線を横浜市生活交通バス路線維持制度によって異常され、系統番号を変えた上で鶴11三角線として営業を開始した。途中まで横浜市へバス13系統と並行するので本数は1から2時間に1本と少なく、就車は18時台と早い。現在臨港バスの路線で鶴見駅東口から 内陸部へ向かう路線は現在この路線のみである。江ヶ崎八幡、江ヶ崎の各停留所を通る他の系統は川崎市内運賃の適用区間であるが、当系統は全区間横浜市内運賃が適用される。江ヶ崎付近は一方向の循環経路となっており、江ヶ崎八幡から乗車の場合は甲が先を越えて、鶴見駅東口まで乗車することが可能である。車両は、 中型車が使用されることが多い。横須賀線に武蔵小杉駅が開業したことに伴い開業を2日後の2010年3月15日より運行開始。横須賀線小杉駅及び小杉駅東口に乗り入れる一般路線バスとしては本数が最も多く、両系統を合わせて平日朝12から13分間隔、日中約20分間隔、 夕方以降13から20分間隔、土休日は1時間あたり3から4本で運行されている。なお、入庫便は小倉立橋終着、出庫便は南風交番前始発となる。行き先表示は、入庫便の小倉立橋泊まりを除いて、横須賀線小杉駅中の県住宅前まで、小倉立橋、南風交番前から、横須賀線小杉駅行きとなる。 2014年4月1日に、武蔵小杉駅、東口駅前広場の共用開始に伴い、小杉駅東口への乗り入れを開始し、南部線や東急線の乗り換え等の利便性が向上されている。主に中型車が使用される、大型車で運行される場合もあり。東急線、横浜市営地下鉄、グリーンライン、日吉駅と横須賀線新川崎駅を結ぶ路線として、 2015年4月1日に運行開始した。東急バス新は営業所との共同運行で、両社合わせて25から30分間隔の運行。運賃は、日吉駅東口江川町間は、横浜市内運賃区間、現金220円、IC カード216円、江川町から新川崎交通広場間は、川崎市内運賃区間、現金210円、 IC カード206円で、江川町をまたいで乗車する場合は、横浜市内運賃を適用。系統計等のみが利用できる、共通定期券も発売される。一本橋、江川町は、他の臨行バスの路線と場所が異なり、東急バス費93、日94系統と同じ停留所を使用する。系統計等の運行開始により、日吉駅と新川崎駅間の利便性が、 大幅に向上された。朝夕ラッシュ時の南部線の塚越付近及び、鹿島田駅付近の踏切による渋滞により、川60系統の定時運行が困難となっていたため、鹿島田駅、新川崎駅付近を境に南側を、鹿島田駅、入り口折り返しとする代わりに北側に開設された、系統である。なお、平成10年頃前述の、元礼にと、 川56及び川57系統開設と同時に運行を開始した。1986年10月1日運行開始。鶴見駅西口より鶴見寺市が谷通り、市立市黒川道路などを経て新川崎駅入口へ至る路線である。2004年に鶴見営業所より間、臨港グリーンバスへ委託されたが、2014年2月16日のダイヤ改正で、 鶴見営業所に再度移管され、この際に、新名町営業所担当に伴い廃止された駒、岡車庫から新川崎駅入口便が復活という形で新設された。平日の朝夕のラッシュ時には、塩浜営業所の車両だけではまかないきれず、応援として運行されていた、現在新名町営業所に在籍する方向幕車に、川21及び川22系統の幕があるのは、 その当時の名残である。前述の川二十一系統と同じ。廃止の経緯については、から十二系統を参照。なお、川崎駅西口から、北、加瀬までは川六十一と同じルートをたどるが、川六十二が運行されていた、昭和六十三年頃は、川六十一は、現在の木月四丁目先回りではなく、仮宿先回り、現在の川五十三。 54と同じであった。そのため、元住吉から神田または山向駅方面に行こうとした場合、川61は、木月指定名、川62は、刈谷の方面へ向かってバスは走り来た、河瀬の手前の矢上交差点で両系統が合流してた。グリーンバス委託に伴い、2003年11月16日を、もって、浜川崎営業所に移管したが、2011年4月より、 浜川崎営業所から東営業所に再移管されている。京浜急行バス新小安営業所、小港鉄道園田営業所、日東交通木更津運輸営業所、東京米サービスと共同運行だった。臨港バス唯一の整理券、方式運賃を払い路線である。2017年6月5日より塩浜営業所に移管した。2012年4月12日運行開始。 京浜急行バス、小港鉄道と共同運行だった。2017年6月5日より塩浜営業所に移管した。上記同様浜川崎営業所に移管後、同時期に当営業所へ再移管した。2013年9月1日ダイヤ改正で、バス停を4カ所新設、平日、土曜ダイヤの増便、休日ダイヤの設定を実施。 横浜系9バスすぎた営業所と共同運行だった。2017年6月5日より塩浜営業所に移管した。一部のバスは東大木島東西地区を経由し、再びイキャットに戻る循環運行を行っている。片道は520円、循環860円となっている。2011年4月上旬から運行開始された。 上機東扇島線と特徴が似ている。平日、土曜朝の江川一丁目行きと、平日、土曜夕方の横浜駅、東口行きが設定されている。2013年7月16日より、横浜駅東口では、乗り場が e キャット6番乗り場から、東口バスターミナル16番乗り場、蘇合横浜店1階に変更され、 折り場も東口バスターミナル6番に変更された。横浜系9バス過ぎた営業所と共同運行。2017年6月5日より塩浜営業所に移管した。一般路線車はそのすべてがイスズ車であるが、1999年までは富士中工業仮装車のみが導入され、一時期は大型9メートル車、エルガ LT や中型車、エルガミオの割合がやや高かった。 現在では一般の大型車椅子ズエルガの割合も増えて再び大型車主体になりつつありノンステップバスを相次いで導入2012年からはエルガの AT 車も導入されている臨港グリーンバス所属者は2010年4月までに全車が営業所記号を GK から S に書き換えた上で臨港バスに移籍したその移籍者はすべてあたり営業所の配置で 臨港グリーンバスからの購入者は、車両番号が他の車両と離れており、001から011が付与されているので判別可能である。高速路線、貸切車は三菱不桑エアロバスやイスズガーラ、初代が席する。横浜東、大木島、浮島線専用に、イスズエルガの長尺ワンステップ車、ワンロマが高出力バージョンで導入されている。浮島橋と、 浮島横浜線が開設された際、エルガのワンロマがゾービー、LKG 台移行されており、ゾービミア、バリアフリー化による経年者置き換えで近年でも導入が続けられている。2014年4月より高速通勤バスから離脱しており、2014年7月より川崎浮島橋の増発のため川崎浮島橋専用となった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。